ジャスキサバリエラのお茶です。こんにちは。今日はですね、ピアニストをご紹介します。今日ご紹介するピアニストはこちらになります。ですね、10インチ版ですね、25センチの LP です。これしかないので、後にこれと他の10インチとで、カップリングされた30センチ LP にしたリーシューが出てますけども、もともとはこれしかないので、これで、今日お届けしますけども、ケニードリューのですね、これがデビューレコードになるんですね。1953年の、ケニードリューのブルーノートから出てるブルーノート5023、まあ、10インチですので5000番台ですね。これが、彼の、デビューになります。ケニードリューといえば、たくさん録音してますね。それで何年代なんですかね、80年代90年代ですか、日本企画で、まあ、日本のレコード会社が、まあ持ちかけてたくさん出てますよね。はい、それほどの、ピアニストであるという証明にもなりますね。その日本企画であれ、たくさん出てるということは。それで、ケニードリュー、いっぱい他の、リーダーの人たちのサイドとしても、入ってますよね。あのブルートレイン、コルトレインのブルートレインもピアノはケニードリューですね。はい、バーッとレコード見てるとケニードリューが入ってる、ケニードリューが入ってるという、そういった人ですよね。リーダー作も多いし、サイドメンとして参加するというのも多い、まあ、ウィントン・ケリーとかソニー・クラークとかそういう人たちもいますけども、それぞれまた持ち味が違うんですけども、ケニードリュー、この正確な、この高速な、もう本当に彼が、サイドに入るとピリッとしますよね。はい、非常にいいピアニストですね。はい、それで今日はですね、10インチ版で全部で、8曲やってるんですけれども、私がいいなと思ったのでいきたいと思います。Be My Love という曲を、 A 面の4曲目最後の曲なんですけども、非常にこれも小気味よくて、非常に持ち味が出されているという、そんな気がします。それでトリオで他のメンバーはアートブレイキです、ドラマ。それでベースがカーリー・ラッセルですね。もう文句のピアノないトリオなんですけど、はい、ぜひこれはですね、これは再発版です。後にオリジナルから後に UA が出した、再発版なんですけども、非常にもうこちらに伝わってくるレコードですね。はい、ではお聴きください。ケニードリューで Be My Love。 ジャズアイオー。